社会医療法人財団席、新海埼玉医師海病院は、埼玉県狭山市にある病院である。神奈川県川崎市に本部を置く社会、医療法人財団席新海が運営する。2004年7月28日に、西部第一保健医療圏の地域医療支援病院の承認を受けた。現在、病院は入院治療と救急医療に特化しており、 外来診療は鞘山総合クリニックを受診することになる。埼玉市新海病院以下病院の公式サイトによる。当院が2017年11月1日に移転したことに伴い、外来診療の鞘山総合クリニックとの移動を考慮して同日より無料シャトルバスが運行を開始した。朝夕が病院間の往復、日中が 東海山公園駅経営の周回運行となる。クリニックの紹介社会医療法人財団席新海、鞘山総合クリニック。sekishinkai-sayama-cl.jp。2018年7月22日閲覧。クリニック概要社会医療法人財団席新海、鞘山人クリニック。 s-e-k-i-s-h-i-n-k-a-i-s-a-y-a-ma-j-i-n.jp2018 年7月22日閲覧。さやま総合クリニック検診センター検診センターについて www.sayama-doc.jp2018 年7月22日閲覧。埼玉一心会病院、新病院情報。 埼玉市深海病院2017年11月5日閲覧埼玉市深海病院交通アクセス2018年6月6日閲覧ありがとうございます